ちは。こんにちは、みぞいでございます。みぞいきくこさん83歳、優しい笑顔のおばあちゃん。2年前に旦那さんを亡くし、今はこちらで一人暮らしをしています。広くて素敵なお宅ですね。ちょうどお昼時とあってご飯の準備中だったというみぞいさん。わ、すごい。中は作り置きの食材でぎっしり。もしかして作り置きのスーパーシニアの方ですか？いや。そして出来上がったお昼ご飯がこちら。季節の食材もたっぷりでどれも美味しそうです。とそこに持ってきたのがタブレット端末。お昼ご飯をパシャリ。アップするんですけど。アップ、ツイッターに。ツイッターにアップ。はい。手慣れた手つきですぐさまツイッターに投稿するみぞいさん。文化ですね。ここで驚きの真実が。みぞいさん、はい、フォロワー数9万人ってすごくないですか？そうですね、普通の人として多いんですよね、9万というのは。トランプ大統領のつぶやきでも有名なツイッター。フォロワーとはお互いのつぶやきを見ることができるように登録した人のこと。ちなみに4時5時若手スタッフのフォロワー数の平均は294人。つまりみぞいさんの9万人は驚異的な数なんです。そんなツイッターおばあちゃんみぞいさん、普段どんなことをつぶやいているのか、お散歩について行ってみると。ここですね。なんかいるんですか？ぽいです。え、うわ、本当だ。水路には色鮮やかな鯉が。あ、カメがいた。写真を撮るとすぐさまツイッターに投稿。若者とは違う何気ない日常を紹介しているようです。6分でするとわずか6分で17人から返信がありました。みぞいさんはツイッターを通じて日本中の人と交流が増え、知人も増えたといいます。私がこうつぶやくことがあって、それだって どんどんこう返信があるですよね。でその中にまたこちらがつぶやく、広めようとするような材料が結構入ってくるんですよ。幼い頃戦争を体験したみぞいさん、中学時代にノーベル賞の湯川秀樹に憧れ理系の道へ。お茶の水大学理学部を卒業後、生物を教える高校教師になりました。そして26歳の結婚を機に退職。今はツイッターと孫と遊ぶのが楽しみなんだとか。そんな人生経験豊富なみぞいさん、つぶやく言葉がこちら。自分と生き方の違う人に反感を持っても何にもならない。自分を狭くしてしまうだけ。あれこれ人を選ぶ人、自分も選ばれていることを知らない。みぞいさんのつぶやきは多くの人の共感を呼び、書籍も出版されるほど注目されているんです。世界につぶやく83歳、その原動力は結局自分の思う通りに生きてきた、生きてくるってことですよね。やりたいようにやってきたというか。4時5時。続いてやってきたのは神奈川県川崎市。